団長は真面目だな。もう新しい踊りを考えてたのね。今のどうだった？私としては結構自信作だったんだけど。ねえ、団長も一緒に踊ってよ。それとも、もしかして踊るの苦手？団長、私には思いつかない動きだな。よし、私も真似してみよう。あと、さっきからこっそり覗いてるシンビジウムちゃんもせっかくだから踊ろう。いいからいいから、みんなで遊んだ方が絶対楽しいって。いいね、どんどん楽しくなってきたよ。デンドロビウムにいろいろと教えてもらったり、お屋敷でカトレアちゃんと遊び始めたのも一緒だったね。あ、そうだ、私いいこと思いついちゃったかも。団長、今度遊べる時間作っておいてよ。一緒に行きたいところがあるんだ。ひひひ、できたからお披露目に来たの。さ、団長、踊って。私も一緒に踊るからさ。ほら、楽しく一緒に踊ろうよ。あ、って、あれ？
団長の動きが違う。返しなのだ。団長、恐るるに足らず。ごめんって、なんで？私が急に飛び出しちゃったからか。私は全然大丈夫だよ。ただちょっとびっくりしちゃっただけ。あんなに踊れるようになってるなんて、ちっとも思ってなかったから。あれからそんなに時間経ってないよね。練習、結構頑張ったんじゃない？騎士団の仕事もあるのに、なんでそこまで？そっか。それじゃあ、私と同じだね。私もね、団長と一緒に踊りたかったから、団長の踊りを真似したんだよ。その方が楽しいだろうなって思って。からかわれてると思ってた？そんなつもりはなかったよ。本当の本当、本当だってば。私は団長のこと好きだから。最近さ、
しいんだ、団長と一緒にいるのが。いるだけでなんだか楽しい気持ちになるの。そういうのなんか初めてで、シンビジウムちゃんとかカトレアちゃんとかデンドロビウムと一緒に遊ぶのも楽しいけど、なんか団長のはそれとはちょっと違う感じで。あの日さ、一緒に踊ってくれてすごく楽しかった。嬉しかったし幸せだった。ちょっと舞い上がっちゃって、変なことも思いついちゃって。シンビジウムちゃんを誘ったのはちょっとした照れ隠しだったりして。好きだよ団長。私と一緒に踊ってくれる？